んばんは。こんばんは。ここはどこ？自分のお家です。確かにいつもやってた場所と違うか。模様替えをしていつも配信やってた場所がなくなっちゃって、家具の配置を変えたから。髪型今日違うね。今日はポニーテールをしてます。髪切ってないよ。ポニーテール。ん？髪切ってないけど、なんでそう言われるんだろう。国営放送国営放送っていうの？今日はイバロクに出演させていただきました。ワルキーとかフライングゲットはあれあれあれ、ニコ生配信の時にも夜の方はね入ってたから見れてたと思うんだけど、お昼の時にジェーンどうやったんだけど、それはその時は多分配信はされてなかったはず。あれ？されてない？あれどうだ？されてないよね。だから今日のイバロクでそう映像そう出してもらってたから嬉しいですね。ジェーンどう？そうだよね。ありがたかった。あーそう、なんか今日はショートカットに見えるらしい。え、ショールームって反転してるの？そうなの？そうなんだ。今日はそのイバロクのリモートで今日は出演させてもらってたんですけど、終わってからは親友に会いました。右は私こっちです。判定されてる？下はね白いロングスカート履いてる。なんか反転してる人とされてない人がいるみたいだね。なんでだろう。まあいいや。何さ、下履いてたかてんてんてんて。何？なんか何を期待してるの？なんだ？あれかな、ポニーテールなんだけど、ちょっとこう広げるためにちょっとピンでね止めてるからそう見えるのかな。ね、エクボが逆だから。シュワつけてないや。腕時計は左につけてる。左につけてる。そう、くしゃくしゃのポニーテールしてるの。
全然新しくない。1年前からずっと着てるこれ。イヤリングは今日は手の形見える？でん、このこれをつけてます。見たことない。嘘。今日はね、そうだね、特に話すことはないなんか今日は、あ、ちょうどおしゃれもしてるし時間もあると思ってノープラン、まあいつもノープランだけど、ノープランでやってきたよ。ないんかい。ないです。逆に聞きたいことある答えられるかな。そうだから親友に会っててメール送りそびれちゃったから、そうやってきた。時間もあるし。夜ご飯はいろ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 食べた。トマト多め。明日作るわ。夜ご飯は外で食べたりお家で食べたり。筋トレしてる。腹筋なんかねえ、本当に腹筋に関しては他のところはなんかいろいろトレーナーさんに見てもらってやってたりするんだけど、もう始めたの本当に最近なんだけど、本当に腹筋に関してはそんなね何もアプローチしてないですね。踊り方に癖があるのでそれでついたんだと思う。アジフェスね、アジフェスもうちょっとですね。私初めてやる曲ありますね。明日？明日は別に起きる時間気にしなくていい。朝に関しては鳥がすごいって噂。あ、そうなの？そんな噂が立ってるんだ。あーでも確かに、あ、なんか、あ、ここチャレンジしてるなみたいなところは確かにあるかもしれない。バチコイ TikTok 始めたね。まあ、そんな企画がきっと次の次の次の次くらいに放送されると思う。ダンスパート、いやなんかそういうことじゃなくて、なんかセットリスト的に、うん、企画連動、あ、その TikTok ね。おお、お花がいっぱい。そうだね、あのね、なんて言うんだろう。でも私もあの何だっけ、名前ちょっとど忘れしてしまった。
TikTok でさ配信あったじゃない、あのアート東京アートフェスティバルだっけ、名前ちょっと今忘れしちゃったんだけど、その時は TikTok で生配信、生中継っていうのかなったんだけど、ほんとね TikTok に関してはなんかねよく分かってない。あーアートフェスティバル東京だ、そうだそうだ、個人で TikTok をやるってなるとなんかちょっとねなんかついていけない。おだりとも話したけど、なんか私たちにと中私たちが中高生の時のなんかそういう TikTok 的な存在なやつってなんかアメーバピクとか ミクシー、私はミクシーやってなんか名前だけ知ってるって感じだったけど、なんかそういう感じの、だから今の若い子たちにとってはきっとそれが TikTok なのかな。 Twitter はなんかね、なんか今も昔も一緒って感じ。ググタス私分かんなかったや。私は携帯、自分個人の携帯電話を持ってたのが本当に後だったから、中学生の時お兄ちゃんと一緒に使ってたりとかしてたから、そう TikTok 分からん。ミクシーなんかミクシーってさ凝ってる人は本当に自分のページとかすごく可愛くなかった？なんかあの設定の仕方がよく、登録は多分したことあるんだよね私も。でもなんかその可愛くデコレーションするやり方とか全然わかんなくて、なんか挫折してやめた気がする。確かミクシーって何だったんだろうね。あそう、なんか奇世界みたいな、マイミクってなんだっけ、友達になるっていう意味だっけ。なんか流行りに乗ってなんか一応登録したぐらいの感じだったかな。私はアメーバピグだったかな。フェイスブックもなんかやってた気がする。でもそれはあのスヌーピーのアプリがあった、ゲームのアプリがあったんだけど、スヌーピーのゲームを登録するのに Facebook なんかアカウントが必要みたいな感じだったから、なんか登録した気がするな。モバゲーはなんかあれってなんかお金300円ぐらい払わないとできないやつじゃなかったっけ、モバゲーって。なんかそういうのは携帯料金と一緒にお金を払わないとできないみたいなゲームはね全然やってない、禁止されてたから。私はやっぱ一番ね、アメーバピグだったかな。アメーバピグは別にそういうのなくても自分でコンビニに行ってウェブマネーとかで全然課金とかできたから、そうアメーバピグ、自分の部屋でブロックとか積んでデコレーションができるやつ。あのねヘビロテの衣装とかめっちゃ欲しくて課金してたよ。これ女の子にしか分かんないと思うけど、アメーバピグのピグって遊ぶときに両手にキティちゃんとマイメロのお人形を持つのがもう本当に憧れで買ったもん、私夢だった。あとお家で自分のピグのお部屋の中であのワンちゃんとか飼えるやつがあるの。そう流行ってたよね。知らないみんなでアメーバピグやってなかった？ってミントとかやってたじゃん。やってない？踊りは買わなかった。確かメイビーとヘビロテだったと思うんだけど、動きよりはもうなんかもうねビジュアルの方にねお金をね使っていましたね。やってないの？嘘でしょ。この話誰とだったら私共有できるんだろう。
本当に。まあでもみんな男の子の方が多いから、自分がヘビロテの衣装着てとかはしないか。え、なんか AKB のブースに行ったらメンバーが時々現れるみたいな噂聞いて、本当にずっと私1時間ぐらい誰か来ないかなってさ待ってたりしてたんだけど、あれあれ、ここでしかその話共感してもらえないのに、お代理とかに行ったら共感してもらえるかな。釣りもやってた。メンバー来た時顔面すごい方も、その話聞きた、私会ったことないんだよ。そうなんだ。あっちゃんのピグ歌ってよって書いてある。いいな。私ずっと会いたくて会いたくてずっと待ってたのに全然会ったことない。アヤネとかもやってたかな。フレンドシーのことあってたそうなんだ。あ、なりすましあるあるだね。確かに本人に合ってる私確かに確かに。手ぐらいやってたよっていう話、さっき親友と会ってた時に小島さんの TikTok 見てたTikTok に登録をしていないから、そう見たことがなかったから。たくさん投稿してるんだねみんな。でも正直、まあ、今はそのいろいろお仕事とかもやって、もう関係とかでなんか触れ合う機会というかなんて言うんだろう、こう自分も投稿をこう何かのあれでしたりとかするようになったけど、もう最初になんかこういう感じのを見た時はちょっとって思ってた自分がいた。なんだろうこれっていうなんかなかなかこう踏み込めるものじゃなさそうだぞこれはっていう最初の印象だけどね、なんだこれはっていう最初は思っちゃってた自分がいたな。そう言い方あれかもしれないけど、ちょっとね抵抗あったかも。そう、47の素敵な街へ音源が入ったらしい。入ったんだね。あれ、何でもかんでも自分が好きな音楽をなんだ使えるってわけじゃないんだね。 AKB の曲はツインテールの曲と47の素敵な街へだけらしいよ。ありがとう、慎重なところがりんちゃん、すごいいい言い方してくれてありがとう慎重ってすごいいい言葉ですね。ああ権利、まあそうだよね、あるよねきっとね。違う、ピンで止めてるから。なんかこういう
違うかしら。サングラスとかする？一人いるときはしないかな。親友となんかお出かけしたときに眩しすぎて、二人でだったらちょっと勇気出してつけられるねって言って、そう、親友というときだけつけるときはあるかもしれない。なんか人がいないところでそう、海鮮届いてない。ああ、海の幸、届いてない。私まだこれから来るのかな、楽しみ。どの会社選べるんだっけか、わかんない。どんな感じで届くのかわかんない。手渡しなのあれ。そうなの。もう食べてるメンバーいるの？なんでこんな差があるの？私も早く食べたいぞ。楽しみや。ファンクラブの情報まだ出ない。それがですね、最初に行った時は5月目標にってなってたんですけど、私がこうロゴとかいろいろ書いてるんだけど、ロゴ完成したと思って提出して、そしたら私スペルを間違ってしまっていて、そう、私のミスでちょっといろいろ遅れてしまっています。ごめんなさい。ほんと一文字だけだったんだけど間違っちゃってて、なんか書き忘れちゃっていた文字が一つあって、そう、ごめんなさい。疲れてたんだ申し訳ないそう、でも月末とかに動きあると思います。ようやくそれで準備が整ってきたので。本当私もすぐにやりたいと思ってたけど、まさかこんなにTDC のとかもあったけど、こんなにこうバタバタすると思わなくて。そうなんだよ。私なんかそのいろいろグッズとかロゴとか書いてて、ファンクラブの方ほんと自分のことだからちょっと優先順位がちょっとどんどんこうなっちゃってて。そうなの。それで結構本当はもっと早くに動き出したかったんだけど、ちょっとそういうのでいろいろ遅れてしまって、そう、ごめんなさい。本当自分でやりたいと言っといて、私の問題、私のせいなんです。だから、あ、でもこれはまだ言えないからちょっとやめとこう。この6月のめっちゃ月末と7月くらいで何かちょっと一つ動きを見せられると思うので、ちょっとお待ちください。ありがとう、嬉しいごめんね、ほんと。
もう私の方でできるものもなくてもこう完成させても託してあるので、あとはこう自分のこう AKB の活動がもちろん今メインでやってるんだけど、そっちを優先にしてやってるんだけど、その合間でこう動けそうな日にちを見つけて、じゃあこの日にっていうなんかそういう調整をしていたり、そう、ね、今はねこうグループの一員として活動してるから両立っていうよりかやっぱりね AKB っていう時はやっぱりこっちを一番に優先にさせてっていう感じにしたいなっていうか、今しかねできないから。スモールワールズ、スモールワールズももしかしたら来るんじゃない来るんじゃない。スケジュール管理はスマホ、私は手書きで手帳派ですね。私はリが来月とかした、そう来月にあるかもよ。料理やりすぎて大変でしょ。あでも今落ち着いたかな、やっと、まあ、今日もそのお仕事茨城出させてもらって、あとは結構その前後とかは好きに自分の時間として好きなことできたから。手帳可愛く描いてるんだろう。いやもう最初だけだよね。もう全然もうデコレーションとかしてる日もなくなっちゃった。最初はすっごく可愛くデコレーションして描いてたんだよ。ちょうどあった気がするんだよ。手帳だった。私さすごい、あお椅子がすごい好きな手帳のシリーズがあって、このシリーズね、タイミングよくいいところにあった。2016、なんで17年ないんだろう。18年19年、このシリーズが本当に大好きで毎年これで揃えてたんだけど、なんか途中からこの薄いバージョンのやつなくなっちゃって、だからお誕生日でもらったなんだっけ、スミックブラシとかなんで手帳になっちゃった。かわいいよねこれ。2016とか多分めっちゃデコレーションして書いてた気がする。やっぱ可愛く書いてたわ。見せられるか、どうやって見せよう。こうしたら見せられるかな、こうしたらいいか。見えないかな、こんな感じで可愛く描いてる。見えないか、さすがに。23日全国ツアー in 香川みたいな。反転してるの、あそうなんだ、残念。なんか見せられるとこないかな。握手会とか、もう授業の予定とかが入っててちょっと恥ずかしいな。まあ、ギリ、まあ2016だしね、いっか。ちょっと教室の番号とか書いてあって恥ずかしい。なんか握手会めっちゃ可愛く書いてる。ちょっと見えてくれ、握手会って言って。
しく愛の隣に手の絵を描いてる。そう、最初はこれくらいめっちゃ気合い入れて描いてたんだけど、もう途中からは普通にリハーサルとかそれだけ。あーすごい。なんか写真出てきた。絢爛と爛漫の写真貼ってた謎に。なんでここに貼ってるんだろう。この回はまるちゃんと一緒にお手伝いした時だ。見て、出てきたんだけど。いっくーとおだいりとななみんとなおが出てる時の。ここに貼ってたんだ私。すごい。あと1回授業でノート忘れちゃって、このスケジュール帳に授業のなんかいろいろ書いてたわ。すごいこれ。これなんだろう、保健師の授業かな。保健師の授業、なんか難しいこといっぱい書いてあるけども、何年も経ちすぎちゃって何のことかもさっぱりだ。貴重ですね。なんだ、主体的に健康づくり活動を行うためのきっかけとなる未来を提供していくこと。すごい、なんか難しいこと、難しいことたくさん書いてあるよ。ああ。そう、なんかいろんな人の誕生日をこうちゃんとメモしてるから、それで捨てられないの。なんかメンバーとかさ、表に出てる子たちはさ、ネットで調べればさ、なんか誕生日とか出てくるけど、そのアーティストじゃないというか、なんていうの、友達とか誕生日までなんかこう公表してるような人、 なんていうんだろう、まあ、分かりやすく言うとスタッフさんとかそういう人たちのってネットには出てないから、こういうの撮っておかないと、あれいつだっけってなっちゃうから、そう、一番はそういうのを忘れないために捨てないでいる。本当はね、こうこんな感じで場所取っちゃうから、本当はそう、もうさよならしたいんだけど、でその手帳によって書いてあるものがさ、どっ違くってさ、写真集なんてないよ。ないです。あとなんかこういう手帳の端っことかにさ、なんかのサイトのパスワードとかそういうのメモしてるからさ、自分にしか分からないようにね。2019年、2018年そう、だから落とした時に、そう、誰にも何の記号だってわからないように、何のパスワードとかは書かないで、突然よくわからない場所にあの暗号をね書いてたりする。あー、セットリストとか書いてるな。楽しいね、こういうの見ると。うん、真面目。名前書いてない。はあ。2020年もこのバージョンの手帳なくて、これにしなってた。なんだっけこれ、バーパパ。イヤリングがセミに見える、なんてことだ。失礼、やだ。
可愛い手のやつなんだからセミって怖い。いや別に嫌いじゃないんだけれど、セミはない。2020の、あ、そうか、去年か、これ。あ、別に面白いことは何も書いてないんだけどね。りんちゃんのアバターもらった。え、どういうこと？何アバター？アバター？茨城めっちゃセミいそう。え、茨城に限らず結構いろんなとこにいるよ、セミは。でも今年はまだ聞いてないね。ね、何アバター？何のこと？配られてるの。ただ自分で作りたいな。んー、なんかできてるんだ。そうなんだ、知らなかった。自分で作りたいな。なんだろう、エイトで言うとなんかわかりやすい、なんか公式の衣装着てるやつとか作りたくない？作るの私か。作りたくないって。欲しい？作りたいですって言ったら作れるものなのかな。なんか今なんかよくわかん、なんか本当よくないんだけどさ、なんかお菓子のキャンペーンやってる企画。あ、たい焼き。私さ、ほんとほんとあれなんだけど、和菓子ダメで、なんかケーキとかなんかそういうのだったらテンション上がるんだけど、和菓子あんまり好きじゃないから、あんまりこうあーっていう、なんかあるのかな。これはまた、そう、あんこダメ。そう、フルーツ大福も、大福が食べられなくて。そうなんだよ、ごめん。もうほんと別にこれリアルなたい焼きじゃないからあれなんだけど、あんみつとかも食べられないから。そうなんだよ、なんか申し訳ない。プリン好き。そうなんだよね。ケーキは大好き。おせんべいは好きだよ。え、これもあの海の幸みたいな感じでさ、あのあれなの、なんか一定の何かに到達するとリアルな和菓子がこうドゥドゥルっていう音でごまかすな。っていう感じのイベントなのこれって。そうなんだ、申し訳ない。なんかちゃんとみんなに言っておけばよかった。なんかプレゼントしてくれ、せっかくねくれたの、なんかほんとごめんね。ちゃんと私が把握しておけばよかったんだ、ごめんなさい。申し訳ない。なんかごめんね。じゃあ差し入れとしてみんなに到達してから言えやっていうね。ほんとありがとう、でも嬉しい、ありがとね。そう、ありがとう。ゆいにあげればフル、あ、確かにゆいゆいフルーツ大福好きって言ってたような気がする。フルーツ大福があるとなんか、見てって目キラキラさせて、なんかあいつも指さしてたような気がする。じゃあもしそうなったらオグポンにあげます。
なんかいきなりみんなにお休みって言われたと思ったらもうそんな時間なんだね。あらら、ポニーテールに見えない？ほらポニーテールだよ、ほら見えたでしょ。てらん、ちょっとじゃないよ。なんかもうやばい、なんか終わりになってしまうのこれで。そうね、時間がずれててちょっと時計してる意味だよね。ちょっと待って、怖い。おやすみって言っとこう。おやすみなさい、ありがとう。ごめん、ちょっとすごい時間ギリギリになっちゃった。ちょっと一応的に今のうちに、おやすみなさい。終わっちゃうかな、もう。